全に無視してた。これそうですよ。イエーメネル、オッケー、火星人注目、冥王星人も注目、略して命中、アルチュール・ランボー、略してアルチュール、ニューオーダーは絶えず、波打ち際にはゴーチュール、セルフにいたのはアライチュール、なんでもかやろう、愛してます、大島武雄と始皇帝龍竹です、大根帝龍竹です、何回も練習してないのによく合うよね。大根、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 みんなさ、このシコンテイさんの OK ってやりたかった人大勢いると思うんだよね。シコンテイさんは俺のものです。誰にも渡さん。誰にも渡さんって来たら。もう一回、もう一回、もう一回いきますか。二度目。組むというだけでも初めてじゃないですか。まあ初めてではないですか。初めてだから。前誰と組んだの？アツコボンという人と。まあ知らないけど知らないけど、そうなんですよ。ですから、あのオリジナルのテキストというものをですね、作ってきたわけですよ。そう、この日のために気合を入れて2人で作りましたね。はい、それなりの気合を入れてはい、じゃあそれなりの気合を入れて読みます。読みます。じゃあ行きます。俺はファミリーレストランで働いている。10年間勤め上げて雇われ店長に出世した。1日1食で毎日20時間の勤務を週6日続け、それでも笑顔を消さずにいられるようになった。木曜日、エリア統括マネージャーが俺に A4 の紙の束を渡していった。この店の顧客満足度は他の店の平均に比べて 0.21 ポイント低い。お前の努力が足りないからだ。そこで俺は機関店の研修室のテーブルに座り、一晩かけて100枚の A4 の紙に自分がどれだけ努力が足りないかを分析してレポートを書いた。40枚目を超えたあたりから小さな大名行列が紙の上を歩いていくのが見えた。小さな大名行列はしきりに You shall kill the ape と言っていた。朝が来て提出したレポートの1枚目だけをさっと読み、エリア統括マネージャーは言った。クズだ、お前は文章を一つまともに組み立てられないクズみたいな人間だ。お前の書いてあることはまるで意味がないことばかりだ。自分の店へと帰る道すがら電気屋の前を通りかかった。道路に向けてつけられたテレビから総理大臣の演説が流れていた。美しい国、この美しい国というのはズバリ、こうアメリカでありましてですね、あの人を殺す組織と申しますか、日本はアメリカと一心同体ならばこそ、美しい国という表現も、成り立つのではないかと思います。
この美しい国が、拉致被害者の靖国参拝によってですね、国土強靭化に伴い戦後民主教育の問題点を、尖閣諸島に原発輸出の集団的自衛権に、基づいて議論しつつですね、経団連の要望により、天ぷらを食べると、ですから、全てが民主党の、責任であるということのために消費増税をしなければならないのであります。深く息を吸い込んで目を閉じる一瞬、俺はぐっすりと眠る夢を見た。愛や平和や幸せが欲しいと思った。俺には弟がいる。高校でいじめに遭い、ずっと引きこもって毎日ポテトチップスだけを食べている。ジャンクフードが肉と骨だ。しかし今は体重150キロの体をナチスの軍服に包み、ヘイトスピーチに出かけるようになった。兄貴も行こうよと俺に言う。俺はデモに居場所を見つけたんだ。正しい歴史を学んで生きる場所を見つけたんだ。俺、人と話すことができなかったけど、今じゃ中国や韓国を批判しないとすぐ体調が悪くなるんだ。だけど弟は知らない。俺たちのひいばあちゃんが朝鮮半島から来たこと。金曜日、病院から俺に電話があった。弟がデモの最中に過労と脱水症状で倒れたという点は。ベッドの上で点滴を受けながら弟は言った。これからはもっとしっかり睡眠をとって、自分のペースでデモへ行くようにするよ。兄貴は丈夫でいいよな。俺はそうだな、大事にしろよと言って職場へ戻った。教えてくれ、愛や平和や幸せは今どこにあるのか。俺には友達がいる。そうして友達には恋人がいる。二人は俺に女を紹介してくれるという。土曜日、二ヶ月ぶりの休日、俺たちは動物園で待ち合わせる。しかし指定された時間にチケット売り場の前に行くと女はおらず、俺の友達とその恋人だけが立っていた。二人は俺に謝り、紹介してくれるはずだった女から来た LINE を見せてくれた。ごめん、なんか気が乗らないから行かないねとそこには書かれていた。俺たち3人は動物園を歩き回り、さまざまな動物の檻を回った。2人とも必ずいいことがあるよと俺に言うが、俺の人生を生きてくれるわけじゃない。ふと人々にどよめきが起こった。首を伸ばして見合うと川がセックスを始めていた。喘ぎ声と獣の匂いが空気を満たし、俺の友達とその恋人はしっかりと手をつないでいた。愛や平和や幸せはいつも俺を通り越してばかりいる。日曜の朝、眠い目をこすりながらテレビをつけた。画面に大きく映し出された男に見覚えがある。それは木曜日、研修室で俺の隣で俺と同じように反省文を書いていたどこかの店長。真昼の通り魔、7人が死傷というテロップとともに、男は包丁を手に血まみれの姿で立っていた。アナウンサーは言った。小さな大名行列が見えたなどとわけのわからない供述をしているということです。小さな大名行列が見えた、それが私に命令したなどとわけのわからない供述をしているということです。テレビはそう言うが俺にはわかる。小さな大名行列もその命令も、あいつは猿を殺したんだ。俺はチャンネルを変えた。また総理大臣が演説していた。ですから法人税の減税ということがまず第一に私どもの統一教会や在特会との関係の核心でございまして、したがって朝日新聞は今回の従軍慰安婦問題ので私の信念として会社会見をいたしましてですね、かつては任期中にお腹痛い痛いポンポン痛い痛いなどといったこともありましたけれども、現在では TPP が完全にコントロールされていると申し上げたいわけでございます。テレビを消し、窓から差し込む朝日を見つめた。愛や平和や幸せをつかもうと手を伸ばした。しかしそこにあるのはいつもと同じ、自分が生きていることがかろうじてわかるくらいのほんのかすかな温度だけだった。ありがとうございました。Yeah.